改めてご紹介いたしましまょう世界4階級制覇王者井岡一翔選手です井岡一人選手と WBA 世界スーパーフライ級王者ジョシア・フランコ選手との試合が決定いたしましたこの大会今回の試合はチャレンジャーという立場で、まあ、キャリアをかける覚悟でリマッチに臨むということになりますさあそれでは質問していきましょう井岡選手えまず率直に今回のリマッチが決まったことについて 思いいをお聞かかせいただきますか、えー、自分自身、一番望んでいた試合が決まったので、ま、気持ちとしても、ま、気合が入っていますしま望んでいた試合ができるということは、はい、嬉しく思いますありがとうございます。 えそして井岡選手自身まあ今年の2月に WBO 世界スーパーフライ級のベルトを返上しています。まあ言ってみればそこまでしてリマッチにこだわったわけですけれども、まあ、改めてそういった意味でのこの試合への意気込みをお願いいたします。まあ試戦がまあドローという結果で終わって、まあ自分の中では防衛戦をするのか返上して。 フランコ選手と再戦をするのかという選択肢の中でまあ気持ちとして一番先ほども言いましたけどもう一度彼と決着をつけてチャンピオンになることが今、自分自身一番望む試合だと自分の中で思ったので返上するというリスクはありましたけどまあこの数ヶ月 チャンンピオンではなくなりましたけどまた自分が挑戦して、まあ、チャンピオンになる姿をお見せしたいなと思いましたま非常に今思いが伝わってまいりましたそして昨年末の王座統一戦前のインタビューではおっしゃっていたかというふうに記憶をしているんですが、まあ、その際には負けたら引退の覚悟という非常に強い言葉も発せられていらっしゃいました、まあ、今回のリマッチについての覚悟一体どういったものになってきますでしょうか まあ当然、毎試合、自分の中でまあ一戦一戦、覚悟を持ってまあいろん挑んでいるんですけどまあ覚悟というものはまあ人生だったりボクシング人生その時の状況でしか持てない気持ちだったりとか自分自身の立ち位置で今回、僕は挑戦者としてまあ自分のベルト持っていたベルトを返上して 挑むわけなので、まあ、負けたら引退とかそういう浅はかな気持ちはないんですけど、まあ、やりたくてもこうできない続けたくても続けれないっていうのがこのボクシングの世界だと思いますしそれが一つの魅力だとも思うので、まあ、自分が今立たされている立場っていうのをま理解しながら次の試合を望むっていうのは かなりの覚悟を持って挑まないと、まあ、結果というものにもたどり着けないですし、まあ、もう一度チャンピオンになることという難しさも理解しいるので負けたら引退というより、まあ、続けられないかもしれないという恐怖の中で不安の中で、まあ、戦って、まあ、それは試合当日だけではなく日々自分,の自,分自身と打ち勝って、まあ、6月24日には必ず自分がチャンピオンになりたいと思っています。 まあ本当に世界の厳しい戦いの中で、まあそういった覚悟をずっと持ち続けて、20戦以上世界で戦っていらっしゃったヨーカ選手です。えそれでは最後になりますけれども、まあこの覚悟のリマッチへの意気込みをファンの皆さんへのメッセージという形で一言おっしゃっていただけますでしょうか。挑戦、まあ僕は挑戦する姿を見ていただきたいので、まあ挑戦するものにしか。 見れない景色っていうのを見せたいと思ってますので6月24日必ずチャンピオンに帰りいただきます皆さん応援よろしくお願いしますありがとうございました挑戦という非常に重たくそして力強いワードを頂戴いたしましたヨカ選手には引き続きこのままご出席をお願いいたしますさあそれでは続きまして今回のリマッチの対戦相手でありますジョシア・フランコ選手と中継がつながっていると伺っています フランコ選手、聞こえますでしょうかジョシア、聞こえますかはい。今、私は今。ありがとう。ありがとうございます。改めまして、ご紹介差し上げます。現 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンのジョシア・フランコ選手です。フランコ選手、本日はアメリカ時間では深夜の会見ということになりますが、ご参加いただきましてありがとうございます。 さあそれではフランコ選手、にも私から数問問代表質問をさせていただきますフランコ選手今回のリマッチの決定についてまず一言お聞かせいただけますか。So, Joshua, I I thought uh it was it was a it was a good offer. It was it was a good it was a good fight to to have a rematch with because the first one was a very was a very close fight and uh it was it was a very good fight, so why not why not do it again and you know give the fans another another great fight? I don't think I know uh Shaiga Taihen ano says sende totemo gutofito e fight oratoto omote ormasote uh to fight or the sneer. あの良いファイトをもう一回、えー、戦いたいと思いまして、えー、思いいまましたありがとうございます,ございます今回は統一戦ではありませんで WBA 世界スーパーフライ級の王者としてチャレンジャーである井岡選手と対戦をするということになりますけれどもこの点に関して気持ちの変化などはございますでしょうか。So this time Uh, it's not unification, you know, last time it was unification, this time it's uh, WBA, you're defending, actually, mm -hmm. defending the belt against challenger Yoka. Is there any difference uh, in your feeling, you know, for the expectation and anything different? Um, of course, of course, you know, I, I want to win. 今回は統一戦ではないんですけどももちろんこれを負けると私のベルトを奪われてしまいますので、えー、もちろんモチベーションも高く前回よりさらにハードに、えー、トレーニング練習してますし えー、とても高いモチベーションで準備してきておりますということですありがとうございます、まあ、昨年の統一戦今お話ありましたドロー防衛というふうになっておりました、まあ、井岡選手とはリマッチということになりますそれに向けてイエルハイで結構なんですがどういった準備、えー、プラン考えていらっしゃるか教えてください is there any uh, kind of like as far as you can tell us you know uh, is there anything uh, you planning you anything how you uh, prepare specifically uh, you know what what is the train uh, or, you know yeah if you can tell uh, us. Okay. yeah yeah you know we're just always just, i'm always working hard always always looking to do better than my last fight and i always always want to improve so of course we're 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 improving with with everything we can improve with our technique, our conditioning, uh, and then I know my my trainer has a good game plan and so does my team. So, you know, me putting in the hard work and with their game plan, uh, you know, I, I believe that we're going to come out on top. I know.毎回ですね。やはりあの前回のの試合よりはさらにハードに練習しようという形で毎試合やってるんですけども、もちろん今回しっかりあの自分のトレーナーもゲームプラン。 試合のプランを考えてくれてますししっかりトレーニングしてハードにやってますので、はい、準備をしっかりしてきておりますということです。